丸です、今日はですね、かつて矢田部もスピードがあった時期があります。え、そうですか。最近は抑えてるんですよ。なるほど。一回トップスピード出したら終わりますから。おお。だからスピードと元気がある人がやってほしいフェイント。はい、矢田部はもうやってません。もうやってないですね。やってないです、はい、で今ね、もう本当な寝る時間です。そうですよ ね、もう10時回ってますよ。本当ですか。ね、みんな寝てくださいね、はい、お休みの時間、ね、お休みの時間ですよ、ね、俺いつもならもう寝てます、はい、で、もしね、スピードと元気がある状況であればやるよっていうのをいくつか紹介していこうと思います、はい、お願いします。スピードと元気があったら、はい、まずシンプルに一発のフェイントで立てでしょ。自分のスピードに自信があるんであれば、はい、ね、この辺はシンプルだよね、やっぱりね。この縦に抜けるって、だからそうだね、あのドリブルデザイナーの岡部さんとか羨ましいもん、あれ見てて。あ、はい、速さがあるまだって、はい、そうですね。だからその辺のオンパレードでいくと、その辺のジャンルだと、ここでスピードあるようだと、この動きだね。いや、これだけで抜けてたら本当楽なんだけど、はい、だから逆にスピードがない時の方が、この間もやったけど、はい、手数を2つ3つに増やさないといけないのよ。今回シンプルですね。シンプルでしょ、はい、でスピードある時だったら、あとはここで横行って、もうこれだけで抜いてたもん。もう今のすげえしんどいもん。ボールが勝手に走ってくるって、もう笑っちゃってんじゃん、ほら嬉しそうだよね。足元映して、足元の藤村さんね、大事なんだよ。俺が疲れてるの見たくないんだよ、みんな。そこ疲れてる姿で、ね、足元のこの技術的なところをね、はい、一回横引きずるじゃない。で、軸裏の後ろなんだよね。そう、俺この辺結構使ってたな。ここで相手にここでぶつかっちゃってもいいから、ひょいってこうやって。でも今は取れる取れないじゃないんで、俺が疲れてもその後は何もできないんだよ。そういうことですか。そういうことなんです。受けても後だよ。そう、ここでこうやっていくんだけど、はい、きついのよ。だから最近はやらない。ダッシュが必要だから。もう今のもうハーハー言ってんだから今の。だから今の派生で横を動かしてからひょいってこうやっていくんだけど、よく、はい、今の最初のやつはゴロで言ったけど、はい、怖いなと思ったらここで横を動かしのちょっと軽く浮かす、はい、っていうのをやってたな。今日は走りますね。はぁはぁ言うとほら入るから。一回で一回で必死なんだよ。あとはあの元気がある人向けね、はい、俺はもうこれやりたくねえな。こっからのこの形からのいくつかやるんだけど、はい、ついてきてくんないと。自分もだからあれなんだよ、この辺なんだよ今ね。相手のスピードとちゃんと合わせ、これ緩急の話もやったけど、はい、一人よがりで俺とか徳丸さんのレベルにね、井浦さん出てきてよ、フェイントめちゃくちゃ早くやってよ。フェイントやってよ、はい、俺にやって。俺にやってよフェイント。はい、早く。もうついていけないから、これダメなんですよ。早い早い、やられてみ。やられてみ。早いから、あのね、いいよ、またいで、またいで。もうこんなんね、早すぎてフェイントとかなくたって抜けるって。縦です。縦でしょ。ちょっともう一回この向きでやってよ。手数を増やしてね、またぎ2回ぐらい入れてよ。早いの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 。そんな早くやらなくたっていいからっていうね。もっとゆっくりじゃないとこっちは体がついていかないんだよね。ここをね、俺らぐらいにやると徳丸さんのペースに合わせてあげるっていうのがね、大事になってくる、ね、いいですか。ただ今日はごめん、テーマ違うんだよ。このように元気とパワーね、あのスピードがある人向けの話ですからね。はい、そうですよね。あの3倍速ぐらいで見てもらいたいね、今日俺らがね。
ね、じゃあちょっともうちょっと行くから、あの遅いものコンビで。なんだこれ、大丈夫なんか。ね、あとなんかあるかな。俺がやってるやつだよね。あ、早かったらいけんのは、さっきちょっとユラさんもやってたけど、よくクリロナとかやってるやつだ。タッチからのアウトだね。で縦、これ抜けるよね。ただやっぱ速い人専用だよ。こう行って縦、速い人用なんだけど、俺遅いから多分お手本としては見やすいはずなんだよ。ちょうどいいサイズ。練習動画にちょうどいい。そう、動画としてはちょうどいいスピード考えてますよ。あと速ければだけど、速ければだよ、この形だ。速ければだよ、この形だ。ダメなんだよ、今のが台無しにされるんだよ、速いやつやると追いつかれるんだから。追いつかれる。そうだ、今徳丸さんとここちゃんとほらある程度のスピードの打ち合わせがなってるからいいけど、はい、ね、ここでね、こうやって追いつかれるわけよ、はい、やってみる、あの井浦さんで。そうそう、俺にこれをやられたと、ほらもう一回いるじゃん、速いじゃん。だからだから今日は俺と徳丸会なんだって。だから皆さんはいいんだよ。何これ。雑。めっちゃ無駄遣いだよね、あれだけ能力あるのに。でも今日はお手本動画ですから。そうですね、見やすいですよスピード、はいはい、何このテンション。あと何かあったかな、いつもこれな、忘れた頃に思い出すんだよな。あ、早ければ、あとはマルセイルーレットだよね、はい、こっからの入っていく。矢田部スペシャルにも似てます。矢田部スペシャルね、この間撮ったんだけど間違えてたんだよね俺。あ、違ったね。ちょっと違ったね。矢田部スペシャルはこっからの裏撮ってる。え、じゃあ俺だからこの間なんか違和感あるなと思った、あれ緊張したみたいでごめん。はい、あ、違ったね。うん、矢田部スペシャルはこう、あ、ごめん、裏通すの、軸裏一回後半行って裏、勝手にやってるやつ。この間とちょっと違うじゃん、はい、ね。あとは足速ければこう入ってくるっていうね、はい、やれねえな今な。あとは、あ、でも一番シンプルだな俺これだな、こういくな。これはそう、いけますね。いくよね、はい。これ追いつかれるとね、立ち直りなくなるから嫌なんだよ。本当スピード。これスピードスターだよね。はい、後半行ってって入ってく。もうこれだけで、はい、ミスしても入るじゃん。はい、あとなんかあるかな。あとはね、でもやっぱりさっきやったもんなこれな。あ、前よくやってたの。現役の時やってたのは。はい、ここ止めてからのアウトが入ってくる。キックというかね、キックなの、ローリングからの、ね、はい、アウト入った、はい、本当かな、今合ってくかな。ああ、でもこうだ、でもう一回とか入ってく感じかな、はい。俺も左サイドだからまたやりづらいんだと思うんだけど。そうですね、うん、右だからね、はい、まあでもね、ここシンプルにダブルタッチだよね、多分これ一番抜ける。そうですね、元気があれば、はい、元気とスピードがあればね。ね、抜けるよね、その辺だよね、はい。もっと言ったら黙ってここ、分かりやすいのは徳丸さんと向き合った、でここの背後にね、あるなって思ったらそこに黙ってこれだけで抜けるもん、スピードだけでね、後ろ向きだもん、はい。だからこの辺で本当にスピードに自信あったらガンガン使うべき、はい。だからスピードあんのにこねてる方が本当はもったいない。うん、この間あのスピードがなくても抜けるよってやったんだけど、スピードがあって元気があるうちこそそこ頼っていいよ、はい、頼るべきなんだよ。だからちょこ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 やってる場合じゃないと思うよっていうのが最近思うところ、はい。だからまあ今日はね3倍速で映像をね回して見てもらいたい部分がすごく多いんですけど、
そういうところ、あのかつて矢田部も若かった時はああいう感じでブイブイ言わしてました。言わしてたはずなんですよ過去の栄光が過去の栄光、はい、まあいい感じの記憶なんでしょうねこの辺はね、どうでもいいかな、いいですね、どうでもいいね、はい、みんながね上手に活用してくれればいいかなと思います。ということでチャンネル登録お願いします。